ブリュッセル機駅機を発車するオーステンデ・ウィーン・オリエント、急行オーステンデ・ウィーン急行は、ベルギーのオーステンデとオーストリアのウィーンを結んでいた、国際寝台列車である。ウィーン発オーステンデ行きの列車については、ウィーン・オーステンデ急行とも呼ばれた。1895年に運行を始め、第一次世界大戦と第二次世界大戦による中断を挟みながら、1991年まで、 運行されていた。時期により、ウィーンから、先のトリエステ、コンスタンツァ、イスタンブール、ブカレストなどへ客車を直通させ、オーステンデ・ウィーン・トリエステ急行オーステンデ・ウィーン・コンスタンツァ急行そしてオーステンデ・ウィーン・オリエント急行と称した。また途中のニュルンベルクからカールスバートへの分岐も存在し、オーステンデ・カールスバート急行と呼ばれていた。 地名をフランス語表記したオスタンド・ビエンヌ・急行と呼ばれることもある。またウィーンからオーステンデ方向への列車はウィーン・オーステンデ急行とも呼ばれる。第一次世界大戦前のオーステンデ・ウィーン急行1、オーステンデ・カールスバート急行にオーステンデ・ウィーン・コンスタンツァ急行オーステンデ・ウィーン・オリエント急行3、オーステンデ・ウィーン・トリエステ急行4。 オーステンデ・ウィーン・オーリエント急行ベルギーのオーステンデは、イギリスのドーバーと船で結ばれており、ヨーロッパ大陸の鉄道網とイギリスとの接続点の一つとなっていた。国際信頼者会社は1872年の創業時からオーステンデ発着の信頼者を運行していた。1894年6月1日、ワゴンギ車はオーステンデと オーストリア・ハンガリー帝国のウィーンをブリュッセル、ケルン、フランクフルト・アム・マイン、ニュルンベルク、パッサウなどを経由して結ぶオーステンデ・ウィーン急行の運行を始めた。従来イギリスからオーストリアや南東ヨーロッパ方面へはドーバーからカレーを経由し、パリでオリエント急行に乗り継ぐ必要があった。オーステンデ経由はこれより短距離で所要時間も短かった。 ロンドンウィーン館は一泊二日の行程となり、朝ロンドンを建てば、翌日の夕方にウィーンに着くことができた。1895年からは、夏季に限りオーステンデ・ウィーン急行の寝台車と荷物車、各一両が、ニュルンベルクで切り離され、オーストリア・ハンガリー帝国領ボヘミアの温泉地、カールスバートへ直通するようになった。これを、オーステンデ・カールスバート急行と称した。 1905年からは、さらに、オーステンデとマリー・エンバート間の客車が、オーステンデ・カールスバート急行に加わった。1895年12月3日から、オーステンデ・ウィーン急行は週に一度のみ、ウィーンから当時オーストリア・ハンガリー帝国領であった、アドリア海の港町トリエステまで、オーストリア南部鉄道経由で延長された。これを、オーステンデ・ウィーン・トリエステ急行と称した。 トリエステはオーストリアロイド社の地中海航路の拠点であり、オーステンデヴィーン・トリエステ急行はエジプト・アレクサンドリアへの船と連絡していたほか、不定期にインド、中国、日本への船とも接続していた。また1897年からは客車1両が不定期にフィールメイ直通した。しかし、イギリスと地中海を結ぶ経路はフランスやイタリアの港を利用するものが主流と、 なっており、オーステンデ・ウィーン・トリエステ急行のウィーン・イーナンでの乗客は列車全体で数人ということも珍しくなかった。このため1900年5月1日には、オーステンデ・ウィーン・トリエステ急行の運転は中止され、寝台車1両のみが通常の急行列車に連結されてトリエステまで直通するのみとなった。1909年にはタウエルントンネルが開通し、 オーストリア西部やドイツからトリエステへの短絡路が形成されたため、オーステンデウィーン急行からトリエステへの直通は廃止された。1895年11月12日から、オーステンデウィーン急行は週に1ドルウマニアの国会沿岸の港町コンスタンツァまで、ブタペスト、ブカレスト経由で延長され、オーステンデウィーンコンスタンツァ行と名乗った。この時期オリエント急行も、 パリからコンスタンツァまで直通していたが、この時点では、オーステンデ・ウィーン・コンスタンツァ急行とオリエント急行は別の列車であった。コンスタンツァでは、オスマン帝国のイスタンブールへの船と連絡していた。1900年5月1日のダイヤ改正から、オーステンデ・ウィーン急行の客車は、ウィーン・イートでオリエント急行に連結され、ブタペストまでは毎日、 週に2度コンスタンツァまで、また週に3度はコンスタンティノープルまで直通するようになった。この時の列車はオーステンデ・ウィーン・オリエント急行と呼ばれた。1910年にはオーステンデ・ウィーン急行とオリエント急行の平結駅は両列車の走行経路の合流点であるベルスに変更された。1911年にはコンスタンティノープルまでが週4往復コンスタンツァまで、 週3往復に増便された。1914年の第一次世界大戦勃発と、ともにオーステンデウィーンオリエント急行の運行は不可能となり、オリエント急行やその他の豪華列車と同様運休となった。戦艦機のオーステンデウィーン急行。青は客車の直通区間。灰色はその他のオリエント急行関連列車。第一次世界大戦の終結後、 1919年にはシンプロンオリエント急行という新たな経路の列車が誕生し、1920年にはオリエント急行も復活した。しかしオーステンデウィーン急行は1925年まで再開されなかった。この間、1920年1月1日からシンプロンオリエント急行にオーステンで発着の客車が連結されたが、その経路は オーステンデからストラスブール、バーゼルへと南下し、ゴッタルド鉄道トンネルを経て、ミラノに至り、ここでシンプロンオリエント急行の本体と合流して、ブカレスト、またはイスタンブールへ向かうというものであった。シンプロンオリエント急行には、カレー発着の客車もあり、ロンドンと南東ヨーロッパの間では、カレー経由の方が所要時間が短かった。同年中には、ブローニュ、パリ、 オーステンでストラスブールウィーン急行及びブローニュ、パリ、オーステンでプラハワルシャワ急行という長い名前の列車が新設された。このうちオーステンで発着の客車はストラスブールでブローニュやパリ発着の客車と合流していた。1921年にはこの列車に変わる形でオリエント急行の運転が再開された。 この時オーステンで発着の客車はオーステンでウィーン間を急行列車として運転されたが、これは戦前のオーステンでウィーン急行のようなワゴン利専用の豪華列車ではなく、一般客車を主体とする通常の急行列車に過ぎない。1923年にはベルギーとフランスによるルール占領のため、オリエント急行はスイス経由の迂回運転を強いられた。 この時オーステンで発着客車はバーゼルで合流するようになった。1925年6月5日、オーステンデウィーン急行は第一次大戦前の経路で週3往復の運行を再開した。リンツイ島ではオリエント急行と並結されての運転となった。客車の一部はオリエント急行と共にブカレストまで直通した。また、カールスバートへの直通も復活した。 さらに、オーステンデ・ウィーン急行には、オランダのアムステルダムとブカレストを結ぶ客車も連結されていた。なおこれにより、オーステンデからミラノ経由でのシンプロンオリエント急行への直通は廃止された。1928年5月15日には、オーステンデ・ウィーン急行の客車は、ブカレストに代わってイスタンブールまで直通するようになった。この頃、オーステンデ経由でのロンドンから、 南東ヨーロッパ方面への所要時間はダイヤ改正の度に変わるものの、カレー発着のオリエント急行やシンプロンオリエント急行と比べ1時間ほど短かった。1936年にはオーステンでブダペスト間が毎日運転となるが、翌年には週3往復に戻されている。1939年8月下旬、第二次世界大戦に向けた、 ドイツの戦時体制への移行により、ワゴンリの国際列車の運行は不可能となった。オーステンデウィーン急行は8月26日に運行を中止した。1947年冬ダイヤ改正からオーステンデウィーン間に寝台列車の運転が再開された。第二次大戦前と同様、リンツイ島ではオリエント急行に連結された。 またオーステンでプラハ間及びアムステルダム、プラハ間を直通する客車も連結されていた。しかし所要時間は第二次大戦前より伸びていた。1948年から正式にオーステンデウィーン急行の列車名が復活した。1950年にはオーステンデウィーン急行やオリエント急行の西ドイツにおける列車種別が19世紀以来の豪華列車から、 通常の長距離急行列車に格下げされた。1952年にはオーステンデ・ウィーン急行はオリエント急行とは完全に分離され独立した列車となった。ただしその後もブタペストまで直通の寝台車やブカレストまでの簡易寝台車が連結されることもあった。オーステンデとバルカン半島の間では1951年にオーステンデ・ウィーン急行とは別に タウエルン急行という列車が新設されている。これはミュンヘン及びオーストリア西部のタウエルントンネルを経由してユーゴスラビアのリブラナに至るもので、1953年からはオーステンデアテネ間を直通する客車もあった。1960年にはイスタンブールへも直通しているが、1966年にはミュンヘンイスタンブール間のタウエルンオリエント急行の登場後は、 区間が短縮されている。1988年からは、オーステンデウィーン急行は、当期は運休となった。1991年夏ダイヤ改正で、通年運転が復活したものの、列車名は、オーストリア・ナハト・エクスプレスと改められ、オーステンデウィーン急行の名は消滅した。オーストリア・ナハト・エクスプレスは途中バイエルン、ナハト・エクスプレスと客車の入れ替えを行っており、 オーステンデ・ミュンヘン間の客車やアムステルダム・ウィーン間の客車も連結されていた。1993年夏ダイヤ改正で新たな国際や高列車の種別としてのユーロナイトが発足した。この時、オーストリア・ナハト・エクスプレスはバイエル・ナハト・エクスプレスと統合され、ドナウ・アルツァーと改名された。オーステンデ・ウィーン間のほかオーステンデ・ミュンヘン、アムステルダム・ウィーン、 アムステルダム・ミュンヘンの4系統が同じ名を名乗り、ケルン中央駅で客車の入れ替えが行われた。1990年代半ばには冬ダイヤ期間には、ブルッセルウィーン間に運行区間が短縮され、2000年夏、ダイヤ改正以降は、通年で、ブルッセル発着となった。1996年夏ダイヤ改正では、ミュンヘン発着編成の走行経路が変更され、ニュルンベルクでの分割、 併合となり、さらに2002年冬ダイヤ改正では分割、併合を廃止して、ブリュッセルウィーン間を、ミュンヘン、ザルツブルク経由で走行するようになった。2003年冬ダイヤ改正でドナウ・ワルツァは、廃止された。この改正により、ベルギー国内を奇襲点とする、夜行列車は一旦全廃された。なお同改正では代替として、デュッセルドルフウィーンのユーロナイトが新設されており、 この列車は2012年ダイヤでもケルン・ウィーン間の列車として存続している。1901年12月6日の午前5時ろ、東端式のフランクフルト中央駅でオーステンデ・ウィーン急行の機関車が車止めを突き破って棒を進むし、駅舎内のレストランに突入するという事故が発生した。この事故の現場を撮影した写真が残されている。グレアム・グリーンの小説。 スタンブール特急は、オーステンで初イスタンブール行きの、オーステンでウィーンオリエント急行を舞台としている。これは1934年に、オリエント急行の台で映画化された。ありがとうございます。